祝福を。私たちはサイマスです。私たちは昇天したマスターの集団です。私たちはあなた方に気を配り、あなた方の世話をするのが大好きです。それは私たちに大きな喜びと達成感と満足感をもたらします。特にあなた方が教会を超え、個人または集団として障害となっていた何かを乗り越えていくのを見る時です。私たちは今、進化のそのようなポイントの一つにいるあなた方を観察しており、あなた方を支援する役割を果たせることを本当に誇りに思っています。あなた方の多くがいわば空気中に漂う意識のこの次のレベルを感じ取っていることを私たちは知っています。そしてあなた方の中にはこの高められた意識に慣れ始めている人もいることを私たちは知っています。前進した時は常にそれを認識することが重要です。人類はこの第五次元への旅の途中で多くの転換点を通過してきましたが、その度にそれを認識し、結果としてさらに力を発揮する人がいます。目覚めようとしている人々の準備が整っているため、集合意識に今貢献できることにもっと興奮する時です。目覚めているあなた方は誰かが目覚めたばかりの時にそれを認識します。そしてかつてあなた方が経験した多くの段階やステップを彼らが経験しているのを見ることができます。しかし目覚めようとしている人を特定するのはより困難です。しかし彼らはそこにいて、霊的でありながら地に足のついたあなた方からの話を聞こうとしています。彼らはおそらく過去に霊的に目覚めた他の人たちと出会ったことがあるでしょう。彼らは少し突飛で少し空想的すぎたのです。そしてかなり長い間目覚めている人たちは目覚めた意識をあなたが住む物理的な現実に統合することができ、それが現れています。あなたはそのすべての知識を持って惑星から逃げようとしたり、人間としての責任から逃れようとしたりすることなく地球上で暮らすことができました。そしてこれから目覚める人たちはあなたの中にそれを感じることができます。彼らは何よりもまずあなたの波動を感じることができ、あなたを教師、ヒーラー、ガイドとして認識し、あなたを探し出して見つけ、あなたが彼らと共有するものから大きな恩恵を受けるでしょう。そして自分自身を思想的リーダーとして認識していない人たちは、人類の意識が大きく変化しているこの時期にその認識のプロセスを開始するでしょう。そしてそれは2024年の残りの期間を通じて続くでしょう。そしてますます多くの人々が目覚め、彼らにとって可能な限り最高の教師を見つけるでしょう。そして私たちは今あなた方の何人かに話しかけています。今のところはこれで全てです。私たちはサイマスです。私たちは昇天したマスターの集団であり、常にあなた方と共にいます。